フランソワ・アンドレ・ダニカン・フィリドールは18世紀のフランスの作曲家、有名な音楽家一族の出身。当時は世界屈指のチェスプレイヤーとみなされており、フィリドールの残したチェスに関する著作は少なくともそれから1世紀にわたって標準的な指南書として通用した。当時は単にアンドレ・ダニカン・フィリドールとして著名であったが、現在では 同盟の父親のフランス音楽史上における役割が見直されるようになったため、父親と春別する必要から、フランソワ・アンドレと呼ばれるようになった。本校では、単に、フィリドールと呼ぶことにする。フィリドールは、父親が72歳の時に19歳の女性と再婚し、それから生ませた子供である。フィリドールが生まれた時、父親は、すでに十九歳と高齢であり、 まだ幼いうちに老齢の父親と死別している。このため当時は同名の父親と春別する必要がなかったものと思われる。1732年に6歳でルイ15世の宮廷に施行し、宮廷礼拝堂の聖歌隊員となる。11歳で最初の作曲を試みる。ある逸話によるとルイ15世は聖歌隊の演奏を 現実のように耳にするのが好きだったため、聖火隊員は、ルイ15世が訪れるまでの間、退屈しのぎにチェスをしていたのだという。1750年から1770年まで、フィリドールは、フランスにおける指導的なオペラ作曲家となり、その間に、ボードビルやオペラを占めて24曲作曲した。しかしながら、フィリドル自身は、他の作曲家、例えばグレトリなどに比べて、 能力的に劣っていると悩んでおり、その後はチェス競技に専念することに決心した。フィリドールがフランスにおけるチェスの中心地カフェドレジャンスでしばしばプレイするようになったのは1740年頃のことであるが、それ以後1740年代を通して偉大なイタリアの選手ジョアッキーのグレコナキアと最強のチェスプレイヤーとみなされた。 フィリドールはフランスで当時最高の選手であったレガルに支持した。はじめのうち、レガルはフィリドールに対してルークオチのハンデを与えていたが、わずか3年でフィリドールはレガルに匹敵する実力の持ち主となり、やがては死をしのいでいった。フィリドールは1745年にイギリスを訪問してシリア出身の名手フィリップス・スタンマと対戦し、 スタンマに毎回白を持たせながら8勝1敗1分という大勝利を収めた。1747年には非公式の世界チャンピオンとなっている。フィリドールは1783年5月9日にロンドンのセントジェームズ通りにあるチェスクラブで目隠しチェスを同時に3人の対戦相手とやってのけ、友人たちの度肝を抜いた。 しかもフィリドールは3人の対戦相手全員に白を持たせ、しかも3人目の相手にはポーン一コーちで臨んだのである。感染者たちはこのような離れ技が可能であることを後世の人々は信じてくれないのではないかと考えて先生教術書まで作成した。ただし今日のチェスの達人にとってこうした3名差しは珍しいものではなくなっている。晩年に至ってもフィリドールは ロンドンで67歳にして、目隠しチェスの二面差しをして、勝利を収めている。1749年、フィリドールは、名著、フィリドールの解析を出版。これは1871年までに70版を重ね、英語、ドイツ語、イタリア語に翻訳されるほどの画期的なチェスの解説書であった。この本において彼は9通りのオープニングを分析した。 フィリドールのオープニングのほとんどはポーンを用いてセンターの防御を強化するように工夫されている。彼はチェスにおけるポーンの新しい役割を最も早く認識した人物であり、ポーンこそがチェスの魂であるとの格言を残した。フィリドールがポーンを重視した理由には18世紀フランスの政治的背景が関係していると言われている。つまり彼はポーンがチェスにおける 第三身分であると考えていたというのである。彼はまた、キング以外の駒が、白はルークとビショップ、黒はルークのみであるような場合にチェックメイトにする定石についても分析し、今日でも通用する理論を構築した。こうした、エンドゲームに関する研究の中でも、ルーク VS ルークポーンの不利な状況から引き分けに持ち込む重要なテクニック、フィリドルポジションによってその名は、 普及のものとなっている。オープニングの定番、フィリドールディフェンスも、また彼の名にちなんだものである。フランス革命が勃発した時、フィリドールはイングランドで打ちのめされていた。多くの人脈が王権派だったため、革命政府から追放者リストに載せられていたのである。フィリドールは1795年に、ロンドンに隠しし、ピカィリーの聖ジェームズ教会に葬られた。親族が、 フィリドールの名をリストから外させることに成功した矢先の出来事であり、ほんの数日違いのこととはいえ、時すでに遅かった。ありがとうございます。